こんにちは慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス SFC のオンラインオープンキャンパスへようこそ私は教員の藁谷育美と申します大学ではドイツ語教育を中心に担当していますこれから SFC の入試制度について私からご説明いたしますお手元の資料は PDF としてウェブサイトにも掲載していますのでご参考にしてください それれでではは本日ののの動画の流れは次の通りですまず慶應義塾大学全体の入学試験の概要そして2つ目に SFC の2学部つまり総合政策学部そして環境情報学部の入学試験の概要をご説明した後で一般選抜それから栄養入試これは総合選抜と呼ばれていますがこの2つの異なる入学試験の概要をご説明します。 英語で行われる入試については別途動画がありますのでそちらを参照してください帰国生入試・留学生入試については資料がオンラインオープンキャンパスのウェブサイトにあるので参照してくださいこの動画では触れませんまずは慶応義塾大学の入学試験の概要です慶応義塾には全部で十の学部があり六つのキャンパスに分かれています 詳細は手元資料を参照してください入学試験は学部ごとに実施しており一度の受験で複数の学部から合格を得られるようないわゆる統一入試は実施していません全学部で実施している入試は一般選抜帰国生入試留学生入試です一部の学部で実施している入試は AO 入試推薦入試これは自主応募制指定校です さてここからは総合政策学部環境情報学部の入学試験について説明します総合政策学部と環境情報学部は湘南藤沢キャンパスで4年間学ぶ学部なのでキャンパスの頭文字を取って SFC と呼びます SFC の2学部は1990年に双子の学部として創立された理念やカリキュラムを共有する学部です 2020年で学部創設から30周年を迎えました総合政策学部と環境情報学部の入試は4種類あります一つは一般選抜これは総合環境各225名を募集しています二つ目は栄養入試これは総合型選抜で総合環境各150名を募集しております 三つ目は帰国生入試。これは総合環境各若干名を募集です。そして四つ目の留学生入試。これは総合環境これも各若干名を募集です。それぞれの入試の実施時期、選抜方式は手元資料を参照してください。二千二十一年度四月入学合格者数の入試別割合では。 約七十パーセントが一般選抜、約二十五パーセントが英王入試、残り五パーセントが帰国生、留学生入試でしたえ。帰国生入試、留学生入試の詳細についてはウェブの説明資料を参照してください。この動画では説明いたしません。では一般選抜についてご説明いたします。 募集人員は総合政策学部、環境情報学部、各225名です。試験日は総合政策学部が2月17日、そして環境情報学部が18日です。試験会場は11月にも発表されますが、昨年はどちらの学部の試験も日吉キャンパスで実施いたしました。出願締め切りは1月の19日です。インターネットでの出願登録と、 入学検定料の支払いに加えて出願書類の郵送が必要です試験科目は3パターンです1つ目は数学または情報プラス小論文の組み合わせそして2つ目が外国語プラス小論文の組み合わせそして3つ目のパターンとして数学および外国語 プラス小論文の組み合わせがありますつまり小論文は必須科目でそれ以外が3パターンあるということです。なお数学または情報については試試験験当日に試験会場でどちらかを選択します外国語についても組み合わせは試験当日に試験会場で選択できます。選択肢はまず1つ目が英語のみあるいは英語とドイツ語。 または英語とフランス語の三つのパターンです各科目の出題範囲は手元資料をご参照ください両学部共通する2021年度入試の出題傾向を簡単にご紹介いたします2021年度入試の出題傾向について総合環境の共通でこれは2022年度以降の入試の出題傾向を説明するものではありませんのでご注意ください 小論文は資料を読み込み意見を論述する問題でした大学ではレポート卒業論文研究論文などに取り組む機会が多くなるので主題や問題を読み取り分析して自分の考えや発想を論理的に展開して結論へと導く能力を小論文で養ってほしいと考えています英語は長文読解問題が三問出題され 回答はマークシート形式でしたマーークシートとはいえ丸暗記するような勉強ではなく絶えず社会の中で重要な出来事や議論を外国語で読んだり考えたりする習慣をつけておきましょう。数学及び外国語の方は5台出題されマーークシート形式でした数学の代わりに「情報」を選択することもできます。 インターネット社会ではプログラミングやデータ処理の力が必要ですその前提として数学や数学的思考が役立ちます特に SFC では新入生の皆さんはデータサイエンス科目を必修で履修することになります SFC の一般入試は多様な能力や思考を持った優秀な学生を迎え入れるため多学部よりも科目選択の自由度が高くなっています えー、ここでは2021年度入試のデータを紹介します志願者数は総合政策学部3164名環境情報学部2864名このうち2102名これは約三分の二ですがこれは総合環境を併願していました実売率は総合政策学部7.1倍環境情報学部が 7.7倍でした実売率とは受験者数を合格者と補欠者の合計である入学許可者総数で割った数値です合格最低点はご覧の通り選択科目によって異なりますがおよそ60%強の得点で合格できますでは次に AO 入試についてご説明しましょう AO 入試とはこれはアドミッションズオフィスのことですこれは入学志望者と大学が互いに望ましいマッチングを作り出すための出会いのコミュニケーションの場を意味しています多様な資質を持った学生を受け入れる目的で SSC が日本で初めて導入したものです1990年の開設当初から行われている入試ですそのため 多様な能力を総合的に評価する入学者選考として。選考は筆記試験ではなく、書類選考と面接で行います。そして、中学校卒業後から。出願に至るまでの期間にわたって、獲得した学業。そして学業以外のすべての成果を評価します。栄養入試が求める人物像とは。 大学入学以前に人生をかけて挑むに値する目標を発見しそれに向けて努力を積み重ねすでに実績がある人を求めています特定の特技や秀でた趣味などの能力や実績のみで合否を判定するいわゆる一芸入試ではありません大学の部活活動で活躍してもらうためだけのスポーツ推薦でもありませんアイデアコンテストでもありません 自分自身の魅力が伝わるよう、自らの言葉、画像、動画等で自己アピールをしてください。また、栄養入試のための特別な対策は求めていません。皆さんの大切な個性を表現してください。学部の理念や教育内容をよく理解した上で、SFC への入学を強く志し、より高いレベルでの自己実現を図ろうとする情熱と、 明確な志望をを持った受験生の出願を期待していますでは栄養入試ではどんなことが重視されるのという疑問をお持ちになる方も多いかと思います。一言で言うと「SFC であなたは何を学びたいのか?」という問いに自分の言葉で答えられることが重要です。学部の理理念や内容をよく理解した上で SFC でこんなことを学びたいという自分自身の問題意識やテーマを持つことが重視されています。入試の形態にかかわらず SFC の教育環境やシステムなどのあらゆるリソースを積極的に活用し自らの手で未来を切り開きたいという意欲を求めています。ではは入試の概要についてご説明します募集人員は総合政策学部 環境情報学部各150名です試験日程は春夏秋冬この年3回ですただし冬英語は英語のみこの場合二次選考はありません試験内容ですがこれはまず一次審査として書類審査そして二次審査として面接を予定していますなお二次選考 これは冬の AO 以外ですけれどもこれについては湘南藤沢キャンパスの面接試験これは募集要項に記載のとおりですあるいは遠隔面接このいずれかで全受験生共通で実施いたしますいずれになるかは感染状況により本学が判断し出願受理状況の確認が可能な期間に通知いたしますなお試験に筆記試験はありません また2022年度 AO 入試の変更点を説明いたします2022年度より夏 AO 秋 AO を夏秋 AO として1回の入試として実施いたします2回実施していた夏 AO 秋 AO を夏秋 AO として1回の入試で実施するという実施方法の変更が 2022年度 AO 入試の変更点です面接は総合政策学部環境情報学部それぞれ2日設定することでこれまでの夏 AO 秋 AO と同じ合計の面接人数を確保します募集人員も総合政策学部環境情報学部が各150名で変更はありません出願資格や入学試験の内容 提出書類とその他の点についても前年度までと大きな変更はありません夏明け英の出願期間は夏休み終了後の9月2日です二次選考これは面接ですがこれは総合政策学部が11月6日土曜日そして11月の7日日曜日のいずれか環境情報学部は 11月27日土曜日そして11月28日日曜日のいずれかの予定です詳細は募集要項で確認してください出願に必要な書類はご覧の通りですすべてオンライン提出ですまずは出願理由入学後の学習計画自己アピール文章としては 以以内内び自由記述これはサイズ2枚以内ですなぜ数ある大学の中から特に SFC を選んだのか SFC で何を学びたいのかなぜそれを学びたいのかをまず文章でそして自由形式でも表現してください。自由形式は図表でも写真等でもまた文章でも A4 サイズ2枚以内なら何でも構いませんあなたのことを最もよく伝えられる形式を考えてみてくださいそして活動報告これは200字以内です中学校卒業以降学業を含めたさまざまな活動にも取り組んだ成果について200字以内で説明するものです 大会やコンクールでの入賞がもしあればもちろん素晴らしいですが仮にそういったものがなくても自分で自分を評価できる要素なら何でもいいのですあなたの考えるあなたの魅力が評価者に伝わるように表現してくださいそして任意提出資料これは10点まで出すことができますこれは AO 入試の趣旨を踏まえ 出願者自身のの判断でで資料を作成するものです。るも中学校卒業以降のあなたの活動をより詳しく表現するための資料で症状や資格試験の結果だけでなく動画や音声もこれは容量や形式の制限を満たしていれば提出できますあなたのことを大学に伝えるために効果的な資料をご用意くださいそれから志願者評価も必要です 志願者を客観的に評価できる方なら学校の先生でも習い事のコーチでも二親等以外なら親族でも友人でも誰でも構いませんウェブシステムから発信されるメールで評価を依頼してください最後に3分間のプレゼンテーションビデオですもともと英語で行われる冬 AO の出願書類の一つでしたが COVID-19 の感染拡大状況を踏まえ 面接を実施できなかった場合に備えて全員に提出必須資料として貸していますビデオは面接の代わりではありませんが面接を実施できず第一次選考のみで合否を出す場合の資料となりますその他の出願書類は手元資料で確認してくださいまたオンライン提出するものとは別に郵送提出が必要な書類があります該当するのは 調査書などですその他の提出書類該当する場合のみ提出する書類は手元資料をご覧ください全員提出の3分間のプレゼンテーションビデオについて大切な補足ですビデオではあなたの SFC への志望理由及び入学後の学習計画将来の目標等をプレゼンしてください 志願者のプロモーションをしてほしいのではありませんプレゼンテーションをしてください録画技術や画質については一切判断評価はしません凝ったものやいろいろな編集をしてほしいのではありません志望理由や学習計画将来目標の内容を判断します SFC の学部の理念と教育内容をよく理解した上で 入学したいというあなたの情熱がその理由とともに伝えられているか SFC で自己実現を図りたいという情熱と明確な志望を持っていることを伝えられているだろうかという視点でビデオを作成してください SFC はそれが真に伝わってくる内容かという観点で判断・評価します第二次選考については SFC での面接試験 あるいは遠隔面接いずれかの方法を感染状況により本学が判断し出願受理状況が確認可能な期間に通知いたします。全受験生共通で指示を行いますので人によって異なることはありません。SFC での面接試験は SFC キャンパスに来校し指定された時間に面接を受ける形です。 また遠隔面接の場合は志願者がビデオ通信が可能な機器をご用意していただきます受験をする部屋は学校や自宅等で同じ部屋に他の人がいない場所としますこのいずれもが実施できないと本学が判断した場合二次選考これは面接ですけどもこれは行わず一次選考の合否を最終合否とします 二次選考これは面接ですがこの集合場所及び集合日時は面接対象者に対し一次選考合格発表日にオンライン出願システムにて通知します面接日時や順番の指定はできません実施の順番によって待機時間が長くなる場合があります各選考日の最終試験終了時間は一次選考合格時に案内します 実施時間の枠は1人30分程度面接は日本語または英語を選べることです出願時に面接で使用する言語これは日本語、英語、どちらでもかこの3つから選択いたします例年この面接について皆さんからとても多くの質問をいただきますので重要なポイントを説明いたしますこの面接は募集定員に限りがあるので 専攻という形式をとっておりますが同時に受験生の皆さんの入学以前の目標や構想を明確なものにし動機づけを与えモチベーションやポテンシャルをさらに高めることを目的にしています皆さんのモチベーションやポテンシャルを見ているわけですそのため面接のための特別な対策は求めていません皆さんの実績を積む努力を日々続けていただき ご自身のモチベーションやポテンシャルを見つめ直すまた言葉でも伝えられることが一番の面接対策ではないかと思います。とはいえ準備もなく面接を受けますと緊張して皆さんが本当に伝えたいことが伝わらないこともありますので一度は高校の先生に模擬面接をしていただくのは良いかもしれませんね。さて 英語入試で合格した後の入学時期は4月入学か9月入学かを志願者が選択できます入学希望時期は出願時に選択してくださいただし出願後の変更はできませんなお英語の入学手続きは9月の入学のみです2022年4月入学については 手続きは日本語で実施いたしますまた2022年9月入学についての手続きは日本語または英語で実施いたしますさてどんな人が SFC 入学するのか SFC のキーワードは問題発見解決です何かを覚える知識を構築するのではなくあるいは 何々学を勉強するということが出発点なのではなく対象が何であれ何が問題なのかどこに問題があるのかそしてそれらを解決するためには何を研究することが必要なのかを考え実行することのできる人を育てることこれが創設以来の慶應義塾大学 SFC の理念です。慶応義塾は 創立から150年を超える日本でも最も長い歴史を持つ大学ですそして SFC はこの慶応義塾の理念が生み出した世界へのそして社会への問題提起そのものなのです SFC でこんなことに取り組みたいこんなことを学びたいという問題意識を持っていてそのために SFC の理念や研究内容を理解し 主体的に解決に向けて取り組める学生の志願をお待ちしています。